賃金の中、急激な円安と物価上昇で出費がかさみ、年の瀬には増税論議が飛び交い、いろいろ大変だった2022年、そして迎えた2023年、私たちの生活、経済はどうなるのか。岸田総理が今日年頭の挨拶で経団連など経済3団体に求めたのは、まず実現を目指すのは成長と分配の好循環の中核である賃上げです。能力に見合った賃上げこそが企業の競争力に直結する時代です。ぜひインフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいと思っています。成長と分配の核となる賃上げ、低迷する日本経済、先月発表された経済予測では個人の豊かさを示す一人当たりの GDP で2022年、日本は台湾に抜かれ、今年2023年には韓国に抜かれるとの見通しが。そんな中、本日 MC 成田悠輔さんの発言がネットや SNS で物議に。先進国は大体が経済成長率とか右肩下がりなんですが、日本だけはほぼ横ばいでいくだろうと。この横ばい力はすごい。実は成田さん、去年から様々なメディアでこの横ばい力を推してきました。確かに IMF 国際通貨基金のデータを見ても GDP は直近3年間で各国が成長率を落とすと予測される中、日本はきれいに真っ平。この発言の解釈をめぐってツイッターでは様々な意見が。横ばい力ってこの苦しい状況を続けろと？成長はしなくていいということなの？何も変化できない日本への皮肉なのでは？そして成田さんの発言に強い言葉で反発した人も。こいつ頭と相性か？横ばい力とは何なのか、日本経済に成長は必要なのか、そしてもし成長を求めるのなら何が必要なのか。成田さんの発言に噛みついた経済アナリスト池戸満作さん、そして考えてみれば本職は経済学者だった成田さんと共に徹底討論です。さあ成田さん、どうでしょうか。いやろくでもないな。なんか誰かがなんか一言言ったとか言わないとか、なんか言葉尻で、特にもともとの発言と関係のない解釈をみんなが加えていって、本来の話とほとんど関係がないところにまで飛んでいってしまって、まあ、みんな大満足という日本のインターネットあるあるの、ちょっと残念な状況だなと思いました、でも元々の発言は、別にそんなに押してる押してないみたいな話ではないんですよ。まあ、単純に元々その日本っていろいろな指標がずっと驚くぐらい横ばいだったじゃないですか。そうですね。それは成長できてない、でさらには物価も賃金も上がらない、まだそれは残念なことなわけですよね。でただまあここ数年はたまたま世界経済が全体としてとてつもない危機の状態に入ってるじゃないですか、でインフレ率もドカンと 10% ぐらいまでいっちゃった。で2021年ぐらいから23年ぐらいまでほとんどの国の GDP 成長みたいなもののダダダッと右肩下がりですよね、でその中でなぜか日本だけインフレ率が数パーセントに抑えられている、GDP 成長率もほぼ横ばいと、よくも悪しくも、まあ、世界からやや孤立していて安定していると、まあ、これがこの横ばい力が相対的にこの数年だけ日本の魅力として現れてきている。でそれをもう少し広く解釈すると、日本って経済だけじゃなくて政治とか社会とかが良くも悪しくもものすごく安定しちゃってるじゃないですか、でこういう日本の安定というのが危機の局面では魅力として現れるっていう、その程度の話なんですかね。確認したかったんですけど、ここ数年のことを指してっていう意味ではあるということですね。上振れしないけど下振れもしてないよっていう意味でっていう、でそもそも横ばい力とか横ばい的な表現っていうのはこうあるんですか、この経済学の。いや全くないですね。全
全くない。横ばいだなと思って横ばいだなと思って横ばいを保つ力があるっていうことだなと思って、はい、横ばい力というだけ で別にそれ自体はポジティブでもネガティブでもないって感じ。あ、なるほど。じゃあ私がファシリテーション力とか言ってるのと一緒ですね。はい、ないんだけど勝手に言ってるのそんな感じ一緒にしちゃいけないんですけどごめんなさい、ね、日本経済がひろゆきみたいな感じだと思って、はいはい、まずまあ、そういう意味ではね、横ばいとは何かということを成田さんにご説明いただきましたので、それに対して、まあ、反論もあるかと思いますので、早速ですね、議論を進めながら、進めていきたいというふうに思います。ではゲストをご紹介いたします。この成田さんの横ばい力に異議を唱えていらっしゃいます、経済政策アナリストでいらっしゃいます池戸万作さんです。池戸さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、まあ、早速ですけれども、今ので、まあ、大体皆さんもね、成田さんのおっしゃるところの横ばい力何なのかということが、まあ、ある程度理解できたかと思いますので、早速ですけれども、池戸さんのご意見をですね、伺ってまいりたいと思います。この、まあ、今日の放送のためですね、こう資料もご用意いただいてますので、はい、準備万端でお越しいただいております。では早速ですけれども、お願いしてよろしいでしょうか。はい、ではグラフの方出していただいていいですかね。はい、はい、まずこちらですね、これが25年間の名目 GDP の、成長率なんですけれども、まあ、いわゆるですね、まず先進国と言われるですね、成熟国家でいわゆるアメリカでも 2.6 倍にはしっかり増えていると。で、いわゆる成熟国家で言われる北欧諸国もですね、だいたい2倍3倍には増えているんですね。で、お隣の韓国に至ってはですね、4倍近く増えていて、経済成長していると。で、かつブービーのギリシャでも 1.6 倍ですので、そういう中でですね、日本だけが、まあ、まるで経済成長していないと。スラムダンクの安西先生かみたいな感じなんですが、これはですね、はっきり言っても末代までの恥だなというふうに私は思いますので、まあ、この25年間の政策担当したですね、経済学者はですね、島流しの経緯でもした方がいいんじゃないかというぐらいですね、まあ、大変大失態だなというふうに思います、はい。で、次の、ちなみに安西先生と何の関係があったんですか。あれですね、まるで経済成長、まるで成長していないっていう、選手を見て全然成長してなかった、うん、ありましたね、はい、アメリカに留学した選手が全く成長してない、そうそう、留学して全然伸びてなかった、はい、よかった、はい、一箇所でも意気投合するところがあって、はい、続けましょうか。ではすみません、スラムダンク世代ですね、はい、はい、で次ですね、これ世界の GDP に占める日本の GDP シェア率なんですけども、90年代は2016から17ですが、世界の6分の1ぐらいを占めていたんですが、それ以降ですね、小泉竹中政権ですね、急落下力をですね、日本は発揮しまして、7.8% を越したと。で、以降もですね、引き続きこの落下力をですね、維持しまして、現在では 4.7% で、今後もしっかり落下力を発揮しまして、他の国が成長している中で日本だけは落ちていくんじゃないかという危惧を持っています、はい。で、次のグラフいっていただいてよろしいですかね。でこちらがですね、もし日本が97年以降しっかり、先進諸国並みにで経済成長していた場合の GDP の、累計額なんですけど、先進国の中で比較的一番経済成長率が低いドイツ並みに経済成長していたとしてもですね、累計で、4200万円、 GDP900、兆ぐらいになっていたと。で、他の G7 諸国並みでもですね、今頃 GDP は、1100兆言ってて、その累計額は7000兆円ぐらいあったということです、ね。この間これだけの富を生んでたはずだというね。本来は 他、はい、他の国並みであればね、先進国並みです、これは、はい、別に中国とか韓国並みじゃなくて、うん、あくまで本当同じ先進国並みの中で、はい、もうこれぐらいはいけてたという話ですので、はい、ですから、まあ1人当たり5000万6000万レベルの、損害があったんで、ちょっと政府は私の銀行預金に5000万円ぐらい入れてほしいなって感じなんですが、はい、次なんですけれども、うん、はい、これが、まあ、そのなんで日本が経済成長しなかったということで、唯一、これが日本が経済成長しなかった、これ唯一の理由になります、なんで経済成長しなかったというのは、これはですね、日本だけがですね、年平均で 1% 程度しかですね、政府支出を増やしてこなかったということですね、他の国でも、例えば先進国でもイギリスは、25年間で3倍にしてますし、ちょっとこのデータにはないんですけど、アメリカは20年間で3倍ぐらいに経済成長させています、うん、で、お隣韓国、政府支出を増やしています、うん、で、お隣の韓国に至ってはですね、7倍に、25年間7倍に政府予算を増やしてますので、うん、そういう中、日本だけがですね、年平均 1% ぐらいしか増やしてないので、これを、私はですね、韓国並みですね、年平均 10% ぐらい政府支出を増やすべきだと、うん、で10年間で大体2倍ぐらいになりますので、
今あの本予算が114とかそういう話出てますけど、2030年までに200兆円と、40年までだったら400兆円ぐらいですね、政府支出をしっかり増やせば、日本はいくらでもまだまだ経済成長できる、まあ、つまりあれですね、ちび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 国がお金を投入 したから全然富を生み出せなかったと、まあ言い方悪いけど、お金を燃やすぐらいじゃん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 つぎ込めば、その分富も増やせてましたよねってことを教えたいということでいいですかね。あ、そうですね、はい、まあ、韓国並みに行った方が良かったですね、年10ぐらい行った方が良かったと思います、はい、ありがとうございます、はい、それで経済成長しないということです、はい、うん、はい、以上で次、うん、あ、次、はい、大丈夫ですか、ね、はい、まあ、取るべき経済成長ということで、まあ、これは事実ベースで僕は話してるんですけど、まず一つはですね、国には通貨発行権、円を発行する力があると、これはもう事実としてそうですので、内田の小槌はありますという話ですね、うん、で、なので通貨発行権があるので、政府支出に財源というのは一切不要だということなので、不要ですと。で、税は財源ではなくて、それは格差是正のために取るものだということですね。で、政府支出にすることによってですね、これ世の中に新たにお金がこれ誕生するということで、ここで生まれるんですね。どっかから取ってきてんじゃなくて、ここで生まれるということが大事なんです。これが一番ポイントです、はい、で、お金の総量が増えて、世の中でお金が使われることによってですね、これ経済成長がっていうのが発生して、例えば個人消費が増えたりですとか、民間企業が投資したりですとか、はい、うん、そういうことでですね、経済成長していくと。よってこの政府支出こそがですね、お金の総量を増やして、それが経済成長の、うん、源泉となるということですの で、うん、で実際ですね、次のグラフって、はい、次で締めます、すみません、頼ってしまって、うん、で実際ですね、これ相関図を取ってみます と、うん、ううとすね、政府支出を増やした国ほどですね、うん、実際名目成長率が高くて、高いのでですね、うん、まあ、政府支出こそですね、唯一の、はい、経済成長源泉だと、うん、これをその政府支出全然増やさないで経済成長したらそんなないですから、はい、うん、まあ、500%、625年間で505倍、6倍ぐらいは増やしていけば、もうしっかり日本も経済成長してたということです、はい、左下から右上にかけてね、日本はもう本当に左下にあるんだということですね、はいはい、です、投資が少ないから、はい、政府投資が少ないから、まあ、成長も少なかったんじゃないかというのが見立てということですね。青ちゃんさん、どうでしょうか、ここまでな聞いてて、分かりましたか。あんまり分からないんですけど、要は、うん、国がいっぱいお金をばらまいて、国民が使ってくれて回そう的なことですか。あ、そうです、そうです、はい、だ政府がもっとお金を発行して、うん、バンバン国民に渡していけば、日本は成長してきたっていうことですね。私はずっと不景気しか知らないんですよ、はい、僕も知らない、好景気な時を知らないので、はい、だからお金をたくさんもらったら多分貯め込みたいなっていう気持ちになってしまうと思うんですけど、そうですか、はい、それは使ってくれないんじゃないかと、ちゃんと使ってくれるんですか、ね、うん、そこはどうですか。あ、そこは皆さん使う人も中にはもちろん貯金する人もいると思いますし、実際安倍政権で、一律10万円給付を行いましたけれども、その時にですね、実際白物家電とか家電が結構売れたらしいので、うん、やっぱりお金をちゃんと配れば使う人は使うんじゃないかなというふうに思いますね、うん、ですから、まあ、池戸さんの考えとしては横ばいっていうけども、これは低迷だったんだと、はい、それは政府の失敗なんだと、はい、だからこれは、うん、はい、やりようによっては違った結果になってたはずだと。あ、おっしゃる通り、うん、それは政府支出がまずもうとにかく象徴だと、はい、象徴で、うん、経済学者がこの25年間の経済学者はもう、うん、上の世代の経済学者がダメダメだったっていうことですね。はい、はい、そこは世代交代した方がいいと思います。うん、ちゃんどうですか。この内出の小槌はあるとおっしゃってたところがちょっと気になったんですけど、それってその国債をじゃんじゃん吸ってもいいじゃないかみたいな、最近こうたまにおっしゃる方、それと似た感じですか。まあ、国債に限らず、まず政府が通貨発行できますので、まあ、政府貨幣という形でも何でもいいと思うんですけれども、そういった形でですね、国はお金を新たに生み出すことができるわけですから、そういう形で全然支出っていうのはできるということです。はい、はい、成さんどうですか、ここまで。うん、さっきの図に戻っていただいていいですか。最後の図だ。最後、はい、左下右上ですね。なんかその政府支出の伸びが少ない国ほど GDP の成長率も低いっていう話ですよね、うん、これで政府支出を増やした国は経済成長が高まったんだっていう話があったじゃないですか。なんで政府支出が経済成長を動かす断言できるんですか。単純に経済成長してない国は、うん、お金も入ってこないので政府支出を増やしようがないっていう、ただそれだけの可能性もありますよね。あ、お金入ってこない。ですから、5枚目の、うん、5枚目かな、うん、スライドっていいですか。
ですから国には通貨発行権があるわけですから、はい、別にその税収から取らなくたって政府支出というのはできるんですね、はい、でもそれで政府支出をしたら経済成長しますっていう断言が全くわからないです。ですからそれでお金を配ることによってですね、個人消費が増えたりですとか民間投資が増えるということですね。なんでそう断言できるんですか。それはお金が手元にあったら皆さん使うでしょうと。先ほど言ったように安倍政権の時に一律10万円給付したら白物家電が売れるようになったと、実際そういった現象があるわけですから、それはもうほぼ間違いないと思いますし、実際 GDP の項目の中に政府支出という項目もありますので、公共事業とかやればその分だけ政府支出が増えて GDP も増えるということですね、うん、じゃあそうしたら日本中の人たちが全員365日休んでいます、何の仕事もしていません、政府は一人1億円お金をすりました、みんな1億円手に入ります、みんな1億円使いました、経済成長万歳って、そういうことですか。1億円は金額が大きすぎるという話ですね、まあ、じゃあ1000万円で OK です。1000万円で 誰一人働かないとしましょう、はい、まあ、毎月だから私は10万円ぐらい、年が100万ぐらいがちょうどいいじゃないか、はい、じゃあ100万円で OK です、はい、日本人が誰一人働かなくなったとしますよね、で、はい、政府が新たに1人100万円分だけお金をすりました、はい、みんなに配りました、みんなお金を使いたいのでその100万円をパチンコに使いました、はい、これで経済成長してみんなが豊かになりましたっておっしゃってるってことですか。それはまずパチンコの会社の人が働くんじゃないですかっていう一つですけど、まあそんなのは誰も働かなくなるということはないですね。なるかもしれないじゃないですか。いや、そんなことはならない。仮になったとしますよね、はい、仮になったとしてパチンコ屋さん以外誰も働いていない、ならない、だってみんな100万円手に入ったわけじゃないですか、はい、だから1億人が100万円ずつ使うんですよ。100万円で怠けようって人がどれだけいるかって話ですよね。仮にですよ、はい、で100万円みんなが使ったらそれで経済活動が増えてるから、はい、経済成長してみんな豊かになりました、はい、それで日本は成長してるっていうふうにおっしゃってるっていうふうに聞こえるんですか。そういうことですか。そうですね、はい、経済成長、それで経済、なんですか、皆さんその働かなくなること自体はまずありえないわけですから、その過程自体がおかしいので。なんでそう思われるんですか。そんな100万円で仕事辞める人いますかって話です。月に1人100万円配るんですよ、はい、私は休む、はい、休む人がほとんど、ね、今って30万円手取りでいただけたら結構高いですよね。月100万もらったら、その30万軍団をみんな、年間100万ですよ。年間100万。なので池戸さんのおっしゃるシナリオ、はい、池戸さんのおっしゃるシナリオは一つの可能なシナリオとしてはあると思うんですよ、はい、政府がお金をすりました、それを配りました、はい、みんな働き続けて同じかそれ以上の経済活動頑張ってします、はい、でみんな貯蓄せずにちゃんとその100万円を使います、はい、しかもみんなが100万円追加で使うようになったのに、はい、大したインフレは起きず、はい、物価も安定したままでした、はい、もしこれが全部実現するんだとしたら、まあ、確かに経済活動が増えるかもしれないと思うんですよ、はい、ただ今言ったような条件が整う理由なんて何もないじゃないですか。まあ、実際韓国とかはこれ政府支出 10% ぐらい増やしててもですね、これ年平均インフレ率は 2.5% ぐらい。それは韓国人はサムスンを作った、 BTS を作った、だから稼げるようになった、稼げるようになった国はみんな税金を納めることができる、だから政府支出が増やせるようになった、それだけかもしれないじゃないですか。稼げるようになった、別に稼げるようにならなくても政府支出は増やせるっていうのは、そうですよ、だから政府支出を増やしたから GDP が増えたっていう、どっちが先、因果関係を断言できる根拠は何もないじゃないですか。因果関係は政府支出が先です。自由に通貨発行できるわけです。それはそうですよ、はい、自由に通貨発行できる政府が支出をしたら経済成長が高まるって断言できる理由は何もないじゃないですか。ですから配ったら消費は増えるでしょうと、政府支出という項目自体もあるわけです。じゃあものすごく政府支出が多いところとそうでもないところは何の違いがあってそうなったのかっていうことを成田さんおっしゃってると思います。だからみんなそれが分かってるんだったら最初からそうしますよねっていう話だと思います、はい、だからそういうふうにした国が勝っていくっていうことですね。どんどん経済成長していくし、逆にやっぱヨーロッパ諸国とかも それが理由で勝ったかもしれない、はい、だけど全然別の理由によって経済成長が作り出されていて、経済成長できた国は政府支出も増やせてるだけかもしれないじゃないですか。だからおっしゃってるのは A かもしれない B かもしれない、はい、だから A だって言ってるのと同じなんですよ。さあそれ経済成長、政府支出を増やさずして経済成長した国というのがほとんど存在しないということですね。しっかりこれ経済政府支出を増やした国ほどやっぱ経済成長してるわけですから。増やせなかったっていう、いやでもそれはその2つが連動してると、ただそれだけじゃないですか。それ以上でもそれ以下でもないですよ、はい、でもしかしたら政府支出をちゃんと増やしたから経済成長した、はい、
っていうあなたのシナリオ通りかもしれないですよ。そうです。でもそうじゃないかもしれないじゃないですか。はい、でそんな中でお金をすれば、お金を国がすれば経済成長するって断言するって無責任すぎませんか。はい、それでみんなに100万円配ってハイパーインフレが起きたらどうするんですか。年間100万円程度ではハイパーインフレは起きないですね。なんで逆に年間100億円だったら、100億円だったらハイパーインフレ起きますけれども、なんで100万円でハイパーインフレが起きないと断言できるんですか。国内の GDP は500兆円あるわけですから。だから、いや、ちょっと待ってください。過去数年でコロナ対策っていう名目でいろんな国がお金を吸って、はい、配りまくったわけですよね。家計にも配りまくった。でも配りまくったって言ってもせいぜい数十万円の給付金を配ったとか、その程度じゃないですか。はいはい、それ で、その程度のことをやっただけで、はい、全世界で 10% ぐらいのインフレが起きて、それで大変なことになってるんですよ。はい、そんな中で全国民に100万円配ってもハイパーインフレが起きないってなんで断言できるんですか。なんか金額的そこまで大きい金額ではないというのが一つと、それはあなたの感想ですよ。他の国、そのハイパーインフレが起きたっていうのは、はい、インフレ率が高くなったって、これはもう戦争の原因がやっぱり一番大きいですから、ロシア、ウクライナで。いやだからそれこそ典型的な経済評論家のただの感想じゃないですか。だからそれ言ったこうかもしれないっていう、ただそれだけで、はい、100個あり得るシナリオのうち1個を抽出して、うん、はい、それが起きるって断言してるだけじゃないですか。はい、だからそれは来年世界恐慌が起きますって断言し続けている、はい、よくわからない経済評論家の人たちと全く同じですよ。だから実際に経済成長しっかり起きて、他の国ではしっかり起きていたということです。はい、でもそれはもう、じゃあ僕はちょっと代わりの仮説を提示しますよ。はい、日本人はサボってしまった、韓国人は頑張っていた、はい、だから韓国人は経済成長できて日本人はできなかった、はい、ただそれだけかもしれないじゃないですか。そういったことはないですよ。お金がなんかお金を配り損ねてしまったから経済成長しなかったって。いや、なんでそう言えるんですかって聞いてるんです。だから他の国はしっかり経済成長しているし、実際一律給付金を配ったら消費が増えたということですね。はい、本当に大丈夫ですか。はい、だってこれしか原因はないですから。どっちが先かはやっぱり分からないと思いますよ。だから内藤さんがもともとおっしゃってる部分で言うと、どっちが先か、結果的にはそうなってるけども、どっちが先かっていうのは説明がつかないところはやっぱあると思いますよ。政府支出が必ず先だっておっしゃるのは、それは分かりませんよねっていうのはもうその通りだと思います。で、そろそろいいですかね。一旦、はい、要するに今の話で言うとね、まあ、そもそも横ばいの話をしたかったですと、はい、うん、で横ばいだったってことについて、これは失敗だったというのが池田さんの主張だと。成田さんはそもそもそのこの間の、まあ、さっき言ったコロナの短期間だけじゃなくて、ずっとこの、まあ、20年30年横ばいだったことについてはダメだったとは思ってるのかどうかっていうのはどうですか。これも良かったのか、うん、普通にダメなんじゃないですか。ダメだったと、うん、はい、でその原因については今意見が分かれてますということなんですけど、成田さんは逆に言うとそこは何だったのかと、うん、さっき言ったみたいに富の積み上げとかこの辺は計算すれば分かることですと、うん、それはデータ示してくださいましたということだと思うんですけど、これは何だったんですか。結局韓国にも抜かれみたいなことで日本だけずっと横ばいできたと。でこのコロナ禍においての横ばいっていうのはある意味では維持できたとね、他の国が落ちてきてる中で踏ん張ったと、うん、だけど今の意味で言うならば、この 2,30 年で言うならばもはや横ばいというより腹ばいですよね。はいつくばっちゃって上がらなかったってことだと思うんですけど、これはどういうふうに考えたらいいと思いますか。よくわからないですね。分かってたらこんなになってないって、はい、でも本当に他の国に比べてなんでこんなことに日本だけなっちゃったんだろうと、うん、まあ、いろんな原因の可能性があっていろんな原因が組み合わさってるんじゃないかと勝手に予想してます、うんうん、もしかしたら まず一つは高齢化の問題はありますよね、はいはい、で高齢化して、まあ、みんな働く労働生産性とか効率みたいなものも落ちてるかもしれない、うん、働ける絶対量も減ってきている、うん、で最近だと人口がどんどん減り始めている、はい、でまあまあ人口が減るぐらいのことが起き始めたら経済成長も止まりそうだよねっていうような話もあると思うんですよ、はい、でそれ以外にもしかしたら、まあ、中国とかアメリカが作り出せたような超巨大な新しい産業を作り出すことに失敗してしまった、でそれはもしかしたら超少数のとてつもない起業家を輩出する仕組みがたまたまにここ数十年の日本が作れなかったとか、それっぽい人たちが出てきても特捜検察とか出てきて逮捕しちゃうみたいなことによって目が集まれたのかもしれないですよね。でそういういろんな要因があると思うんですよ。で多分そういういろんな要因が組み合わさってとても複雑なことが起きてるんだと思うんですよ。でそういう複雑なことが起きている時に何の根拠も論理もなしに何かが特定の原因だ、でその原因さえ詰めば問題が解決しますって断言するのはただの情弱ビジネス以上でも以下でもないじゃないですか。でそういう人たちがテレビとかネットとかにはびこってるっていうことを僕は心の底から軽蔑しているということです。
はい、ありがとうございます。まあ、その意味でどうでしょうかね。その、まあ、横ばいとおっしゃってることっていうのはある種のその、まあ、気持ちの持ちようという意味で言うとね、何か必ずも成長しなきゃいけない、発展しなきゃいけないみたいな話になってきて、これをどう考えるか、それがなかなか実現しない中で、そもそもじゃあ成長って何ですかと、何をもって成長とするんですかと、それは GDP なんですかと、平均年収なんですかと、あるいは出生率なんですかと、どういうふうに捉えたらいいのかによって、まあ、そもそもその投資の仕方も違いますよねってことになると思うんですよね、はいはい、そこで言うとどういうふうにお考えでいらっしゃるんですか。それはまあ GDP が増えるということでいいと思います、はい、GDP が増えれば、まあ、あの賃金にしても企業利益にしても、増えるでしょうし、所得が増えていけばですね、まあ、もっと子供作ろうという、結婚して子供作ろうという人も増えてくるでしょうから、で幸福度も上がっていくと、でそのやっぱ根幹は、GDP だというふうに考えていいと思います、うん、その指標そのものもここ、まあ、議論の余地があると思うんですけど、成田さんどういうふうに思いますか。はい、僕はなんかもうちょっと広く捉えていいんじゃないかなという気がするんですよね、というのは GDP って、まあ、100年ぐらい前に、はい、その主にヨーロッパの経済学者たちが作った指標なんですよね、はい、で当時手に入るそのデータとか経済統計みたいなものに基づいて、まあ、国の経済力、もっと言えば当時その戦争で戦う能力がどれぐらいあるかみたいなことを測るために作られた指標なんですよね、はい、でそう考えるとこうもうちょっと広い意味での人間の豊かさとか幸福みたいなものを捉えようとすると、ここに上がってる他の要因っていうのも組み入れるのが自然なんじゃないかなと。で最近だとこの他のさまざまな健康とか寿命とか、はい、主観的な幸福度みたいなものについてもデータもどんどん溜まってるじゃないですか、はい、まだそういうものも組み込むような形に GDP とか成長の指標っていうのを拡張するのが自然なんじゃないかなと僕は思います ね、はい、まあ、そもそもはその人が幸せに生きていくという意味でね、この国にいることが幸せなんだと思えるのが、まあその一つ成長が、ね、あることっていうふうに思われてるからそうなんですけど、その意味では何の指標を追いかけますかということが、まあ、国づくりにもつながってくるんだろうというふうに思うんですね。その辺も含めての議論だと思いますけど、辻さんここまでどうでしょうか。ちょっと話を戻すようで聞きたいことがあるんですけど、あの本当素朴な疑問なんですけど、日本は政府支出を増やさなかったのが失敗の原因だというふうにおっしゃってるんですが、はいはい、それはなぜやらなかったのかなと思うんですよね。その支出を増やすということを、はい、まあ、もちろんその、まあ、博打みたいなものなところもあると思うので、その博打に、はい、もう勝負に出れなかったっていうだけの理由なんですか、はい、多分やらなかったにはやらなかったなりの理由があるんじゃないかなと思うんですけど、そちらどういう理由なのかなって、まあ、そのできなかったって意味もそうです、そうです、もちろん、はい、だと思います。はい、やっぱりあの政府が、通貨発行できることを単純に知らなかったということですね、はい、財源調達は全然できるんだということをですね知らずに、国債発行したらこれ以上国の借金増えて大変だということでみんな控えてしまったと、政府支出を控えてしまったと、単純に無知だったっていう、単純に経済学者が無知だったということですね。で国債といっても自国通貨建て国債ですので、全然あの日本は財政破綻するんじゃないかっていう心配されてますけど、これはあの、全くもってフェイクニュースで、経済あの財政破綻することはないということですね。ですから他の国も実際あの政府負債ってどん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 増やしてますし、まあ 中国とか、まあ、中国はだいたい年率 20% でアメリカが 10% ぐらい増やしてますから、どん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 世界中の国々でそういった形で、国債発行残高はまあ増えていくということですので、そこを恐れて日本は政府支出しなかったと、通貨としてやらなかったっていうのがこれが一番の原因だと思います。政府支出を増やすとしたら、はい、その投資先みたいなお金の使い道っていうのはどういうふうに考えてますか。まずは僕はもう全体的に毎年 10% ぐらいアップした方がいいというふうに思いますし、あのもうまんべんなく本当に投資した方がいいと思いますね。そこはなんかもう本当に潰れそうなゾンビ企業とかにも投資をした方がいいっていう、まあ、そういった企業も安定させるために必要でしょうし、かつもちろんあのこれからの科学技術とか AI ロボットでより生産性を上げるようなところに対してもしっかりお金を出していく、もうまんべんなく全体的にお金をまず出すってことが、大事かなというふうに思います。そこはちょっと強調して言いたいという感じですね。成田さんどうですか。全くわからないんですが、あでもさっきの話に戻ると、なんで政府支出しないのかってことで言うと、まあ、やっぱ政府支出増やしましょう、で、まあ、極端な場合お金をすって配りましょうってことをやって、で、まあ、みんなが使い始めたとするじゃないですか、まあ、そうしたら世の中に出回る紙幣の数が増えちゃうんで、まあ、普通に考えるとインフレが起きても全然おかしくないじゃないですか。で一度インフレが起き始めてしまうとどうにかそれを抑えたくなりますよね。だけど一度一月100万円もらえますってなった国民がその100万円を取り上げられることを許すかって多分許さないと思うんですよ。そう考えるとこう日本みたいな民主国家では一度政府支出を増やし始めると何か問題が起きてもそんな簡単には元の水準に戻せないんだと思うんですよ。
薬打ち始めちゃったみたいなもんなので、はい、にやるってね、でそういうその政治とその経済のものすごく難しいバランス関係があるので、政府支出を増やすときにはすごく慎重にならなくちゃいけないっていうふうに考えて、でそのためにいろいろな制度を作ってきたっていうのが、まあ、ここ100年ぐらいのさまざまな国の歴史で、だから日本も原理的にはそのおっしゃった通り、日銀がお金をする、でそれで政府が発行した国債を引き受けてそのまんまお金をばらまくってことできるっちゃできますよね。ただそれをやるとやばいっていうことで、それをやるときには国会の審議が必要とか、いろんな制約を課してるってことだと思うんですよ。なのでその政府支出に何のリスクもないみたいなものは全然僕根拠がないと思っていて、もちろんリスクがなくうまくいく可能性もゼロじゃないと思いますよ。ただ同じようにインフレが起きてみんなが悲惨な目に遭う可能性だって十分あるっていうことだと思います。だからそこは金額によるという話で、さすがに毎月100万円は私も多いですから、まあ、年間100万円ぐらいが妥当だということを言ってる。はい、その年間100万円という数字特に根拠ないですよね。それだけでは人々は辞めるってことではない。もうちょっとどうでしょう、現実的な議論するならば、はい、要するにその100万円みたいなことは考えてないってことですね、おっしゃる意味で言うとね。要するに適度な政府支出、それがまあ韓国でいうところ 10% ぐらいだっていう意味で言うと、例えばじゃあいくら配ればいい妥当な線だと思ってるのかとかですね、はい、逆に言うと成田さんも政府支出がもうちょっと多ければ、まあ、回るところもあるんじゃないかっていうところの意見についてはどうなのかと、まあ、極端な話をしすぎると噛み合わないと思いますので、どうですかね、その意味でいくらだったらいいのかと、 10% ぐらいっていうのはどういうイメージになるのかと、韓国並みだっていうのはどういうイメージなのか、政府支出が、うん、毎年だから、110ぐらいですから今、うん、まあ 10兆20兆ぐらい、うん、本予算は増やしていくという感じです、はい、でもその格論に入ろうとするとややこしいことになりますよね、はい、じゃあ何に使いますかって言った時に、今ゾンビ企業でも生かした方がいい、はい、みたいな話になってくるので、全体的に増やした方がいい、格論はちょっと置いといてっていうことで、はい、そういうことですね。成田さんどう思いますか。いや、いくらかなっていう、まだそれは分からないですよね。分からないですね。ただ、うん、まあ一般論として言えば、うん、まあ、いくら発行するかと同じかそれ以上に、うん、それを何に使うかっていうことがどう考えたって大事だと思うんですよ。で、何の価値も作り出してないゾンビ企業に投資するのと、うんうん、今後100年間頑張って働いてくれる新しい子供に投資するので、はい、同じわけが普通に考えたらないと思うんですよ。おっしゃる通りですよ。ということで言うと、長い目で見た時に社会とか経済の成長とか豊かさに貢献してくれそうなものに投資するってことが大事だっていう、うん、ごくごく当たり前のことがいくつかあるんじゃないですか。だからその意味で言うと、 GDP なんですかと、出生率なんですかと、どこを重視するかによってお金の使い方違いますよねっていう議論だとは思うんですね、はい、だから その意味で言うと、その格好だから別に、うん、そういうところに投資することは全く私も否定してませんので、うん、はい、もう全体的に使えということですので、はい、別に選ぶということはない、うん、うん、まずもう全体的な総量を上げることは一番大事だということを強調していきたいということですね。わかりました、うん、だから僕は全体として思うのは、そのさっきからずっとやっぱ経済学者がとか国がみたいなことをおっしゃるんですけど、その経済学者とか国の偉い人たちが何かを考えて、はい、はい、何かやれって一言言ったから国全体の経済が成長するっていう世界観自体が何の根拠もないんじゃないかと思うんですよ。で、経済ってそんなに単純じゃないからこそ、1億人もいる人たちがそれぞれ何をやったらいいかわからないまま試行錯誤して、いろんな会社を始めては一部はうまくいってほとんどはダメになるってことを繰り返すわけじゃないですか。で、だからその経済を動かしていくっていう時には、何か人が結果として求めていたようなサービスとか財とか新しく作り出す、でそれが価値があったからそれにお金を払いたい人が生まれる、だからそのものに値段がつく、その結果としてみんなも稼げるっていう当たり前の循環があるわけじゃないですか。でこういうその経済の実態のことを議論せずに、国の中にいる審議会の経済学者が何をすべきか決めるだけで経済成長できるっていうこと自体が根拠がないと思うんですよ。でその根拠のないことを、なんかネットにいる人たちが妄想で描いた世界像に基づいてこう議論するから、例えばなんか竹中平蔵さんみたいな人が日本経済をダメにしたとかっていう議論になるんだと思うんですよ。ちょっと考えれば、竹中平蔵さん一人が日本経済をダメにしたり良くしたりとかできるわけないじゃないですか。まあそこは小泉首相に重用されたっていうのはあるじゃないですか。いやだからはい、それはポジションに対する劣等感だと思いますよ、はい、いやそれはもう別にそんな経済学者が経済を変えられるわけないじゃないですか、はい、そんな簡単に。でもやっぱりそれだけ小泉さんが竹中さんのことを聞いてやってた。何も新しい商品とか産業とかサービスを作り出してないのに、はい、国が何かをやっただけでなんで経済とか豊かさが伸びるっていう。作り出せてないのが緊縮財政で、政府支出を増やさなかったのが根本的な原因だっていうのが私の議論ですから。い
というのが何も根拠がないなと私は思いました。いやいやでもいろいろ見えてきたものはありますね、はい、ちょっと一回で終わる話じゃないかもしれませんので、はい、また機会がありましたらね、はい、やっていければというふうに思います、はい、池田さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。はい、もっと豊かにしましょう、はいはい。今日マンネリを打破すべく、うん、ひろゆきさんのモノマネをして頑張って論破しようとしていました。池田さんすいませんでした、アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。